大丈夫ですよ。娘はもう結婚できる年ですし。あなたは何を言って、やりやがった。あら、カスマさん、お風呂上がったんですか。みんな寝てしまいましたので、部屋まで運ぶのを手伝っていただけませんか。ではごゆっくり。はあ、見惚れていてどうする。ロック、はあ、待てよ。酒が入った赤はすでに寝て、邪魔しそうなヒョイザブローさんとダクネスは奥さんの手により眠らされている。なんという晴天。布団は一つだ。春とはいえまだまだ冷える。布団もかぶらずに寝れば風ぐらい行くかもしれない。以上のことを踏まえると、めぐみんの隣で寝ていても何ら問題はないわけで。これならめぐみんに訴えられても勝てるだろう。いやいや、勝てるだろうか。くそ、もっとしっかりと法律の勉強をしておくべきだった。違う、そうじゃない。訴えられたらとかそんな話じゃない。論点がずれている。まずは落ち着いて考えよう。まずは布団に入って落ち着こうか。そうじゃない、なんて狡猾な罠だろう。このまま慌てて布団から飛び出したとしよう。するとどうせタイミングよくめぐみんが目を覚ますんじゃないのか。そんな展開になれば、俺は何もしてないとか、親御さんが勝手にとか、いくら言い訳しても誰も聞く耳を持ってはくれないのだ。何もしていないのにそんな展開が予想できるというなら、逆転の発想として冤罪ではなくしてしまうことにしよう。大丈夫、勝てる。これだけの条件ならば、あのセナにだって裁判で必ず勝てる。おはようございます。ああ、おはようございます。で、なぜ私はカズマと同じ布団で寝ているのでしょう。言わせんな、恥ずかしい。起きたら懐かしの部屋でカズマと一緒に寝てたんですよ。一体何が。おい、俺が何かするようなやつだと思うのか。今まで何もなかったんだぞ。そうですね、ごめんなさい。そもそもお前の母ちゃんに鍵をかけられ閉じ込められてるんだぞ。まったく、あの人は。寒いから布団に入ろう。大丈夫だ、何もしない。本当に、せっかく二人きりなのに。あれ、何かしてもいいのか。やはりモテ期が。バーカ、せっかく二人きりなのに何もしないわけがないじゃないか。バーカ、そんなことだろうと思いましたよ。今日はユンユンの家に泊めてもらいます。沈め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 